ターチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。最高級ジャズクラブルースターの佐藤でございます。さあ、今日は超簡単クッキングのパート2、となります。前回は、カマンベールのわさび醤油、カマンベールをわさび醤油で食べるっていうですね、非常に変わった味になるよ、お刺身みたいになるよっていうのをですねお届けしました。最近はですね、前回も言ったんですけど、家飲みが多くなってますので、今回もですねちょっとそういったおつまみにですね最適なちょっと面白いものやってみたいと思います。当店もう22年以上やってますんで、いろんなメニューが出ては消えてったりしたんですね。それで前回というかすごい昔あったんですけど、もうやらなくなっちゃったメニューがあるんです。昔はあったけど今はないっていうのはですね、店がですね、非常に、オープン当初はですねしょぼしょぼな店だったんで、しょうもないメニューいっぱい考えてたんですけど、今回はですねそのやつをちょっと復活っていう面白いやつなんで、復活したいと思います。名前がエビセングラタン、エビセングラタンって、言うんですね。うわそれ覚えてるっていう人はですね、もう相当な年ですねということでございましてですね、このグラタンって言ってもこれエビセンなんで、まさかそんな味になるのっていうですね、グラタン皿を使うけどおつまみです。使うものはですねこのグラタン皿ですね、このグラタン皿と、あと何ですか、カッパドッキア、カッパドッキアですね、カッパエビセンですね、それからこういうとろけるスライスチーズですね、これ1枚でいいです。であと、このマヨネーズを使います。簡単に手順をすごい簡単ですから、これに適度にカッパエビセンを入れてください。で、カッパエビセン、バーって並べまして、その上にさっきのスライスチーズをとりあえず乗せます。でその上にマヨネーズをぶわーって、自分がマヨラーだったらもうどんだけかけてもいいです、かけていただいて、適度にですね焼くんですけど、糖分じゃない、オーブンですね、オーブントースターですねに、入れていただいて、だいたい6分とか7分とかですね、ご家庭のやつによってかなり、違うんで、見てていただいて、いい感じに焦げ目がついてきつね色みたいになってきたり、チーズ溶けてったりこうしますんで、その見計らって、取り出していただければいいかなと思います。これがなんていうかビールとかにすごい合うおつまみになります。普通にカッパエビセン食べてる、大好きなんですけど、食べてるのじゃない世界がそこにありますんで、ぜひね、すぐできますからやってみてください。これ冷えちゃうと硬くなっちゃうんで、なるべく、早めに、やっていただければと思います。ということで、またお会いしましょう。今日も見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。